シャドウ続きからやっていきたいと思います。まあ、いい感じにね、盛り上がってきたところだけども。はい。とりあえず話しかけて、ストーリー進めようか。いきます。あれ？あ、ロッカーに隠れればいいんだっけ？はい。ロッカーに隠れようか。はい。案の定やるんだろうな。いや、主人公の予想通りのことやるんだろうな、あいつら。ロッカーに身を隠した。廊下の方で足音が聞こえてきた。おそらく栗原と甲田が来たのだろう。さーてどうなるかな。意外とすんなり、あれじゃない？反省してるかもよ。リンいるの？いるわよ。入りなさい。どうなる？で、何の用よ。あ、ほら、でもなんかちょっと汗垂らしてるよ。そんな考えに至らないか？別に、あんたらが私に聞きたいことがあるんじゃないかと思って話をしてあげるために呼んだの。何言ってんのよ。そんなのないし。歩みはそうかもね。でもカレンはあるんじゃないの？どうやったの？やっぱり気になるんだ。当たり前じゃない。いつから、あんたいつからあんな映像を録画する計画を考えてたのよ。さあね、いつだと思う？とぼけないでよ。あの映像、クローゼットから撮ったものでしょ。ってことはあんたあの時ユノの部屋にいたってことよね。いたわ。最初からずっと見てた。嘘、あそこにいたの？意味わかんないんだけど。そうよ。意味わかんないのよ。たまたまユノに用があって部屋に来て、私たちが来たから隠れて、たまたま現場を録画して、私たちへの反撃のチャンスをつかんだってこと？そんなのあり得るわけないじゃない。世の中そんなに都合のいいことは起こらないのよ。わかってんじゃん。ずいぶん気になってるみたいね。他にもあるわ。ユノの机のガラスの剣よ。あれもあんたがやったのね。あの状況であんな目立つことしたら、あんた逆、待って、あんたは逆に疑われないもんね。マジで？リンが？すごいね。カレンちゃんしっかりわかってんだね。今考えればあれは私らをユノの部屋に誘導するためにやられたことよ。あんなことがあったら学校でユノに注目が集まって手を出しにくくなるからね。ちょっと、じゃあ私ら完全にリンの思惑通りってこと？まあ、違うけどな、実際は。それとユノのあのタイミングの告げ口もよ。あれがあったから私たちはユノに制裁を加えようと思ったんだからね。あんたってやっぱ頭いいのね。そこまでたどり着いたんだ。ちょっと感心したわ。バカにしてんの？素直に褒めてんのよ。でもそんな頭があるのに、なんでいじめなんてバカなことやっちゃうかな。うるさいのよ。聞きたいことはそれだけ？いいえ、もう一つあるわ。なんだ？何？あんた、ユノのことはどう思ってるの？あー、ちょっと表情が変わったね。強気に出ようとしてるこれ。もちろん友達だと思ってるわ。あの子すごくいい子なのよ。忍には裏切られたけど、あの子ならもう一度信用してみようかなって、そんな気にさせる子だからね。そんなにユノのことが大事なんだ。まあね。じゃあさ、私が持ってるユノの映像、拡散、あ、わかんだし、拡散って、おい、拡散されると困るわよね。案の定だね。もう、すごいこいつ。主人公の手のひらの上でずっと踊ってる。あは、そっか、その手があったね。おい、あゆみちゃん。本当この子も手のひら返しがすごい。やめときなよ。今のは聞かなかったことにしてあげる。だからおとなしくその動画を消して、お願いだから。ずいぶん嫌みたいね。でもさ、あんたの計画のために言うのは私たちにあんなことされて、今度はあんたのせいで動画を拡散されちゃったら、あの子どうなるかしらね。あんたらのためよ。頼むからやめて。私らのため？何言ってんのよ。自分のためでしょ。そんな風に言ったって無理無理。ああ、形勢逆転かしら。いやあ。はあ、なんでこうなるのかしら。リン、動画を拡散されたくなかったら、まずあの部屋での動画を私によこしなさ。栗原、甲田、アウト。あ、これケツしばかれるやつか？は、何今の。誰よ。やっちゃったな。チース。クルス？何これ、どういうこと？はあ、マジであんたの言う通りだったわね。さすがに恐れいるわ。だから言ったろ。どういうこと？なんでクルスが？ああ、なんでってお前分かってたんじゃねえの？は？何のことよ。この顔マジで分かってないのか。なんだ、ちょっとがっかりだな。なんか一瞬ね、気づいてたのかなとか思ったけど、そういうわけじゃないんだね。ふーん、あっそ。まあいいや。なんであんたがいるのよ。お前らが俺の噂を流したからだよ。それは、やっぱりお前なんだな。なんであんな噂を流した？俺、お前に何もしてなかったよな。あんたがユノの周りをうろついてたから、話を聞かれたかもって思ったのよ。それに転校生で、どういう人間なのかわからなかったし、その結果だよね。うん、やられたね、見事に。で、念のために俺の信用を落としとこうって？そうよ。まあ予想してた通りの答えか。
え、何？それで凛と一緒にいるってこと？まあな、お前らに報復するために同席させてもらった。報復？ああ、さて、どうしよっかな。まず裸でサンバとか踊ってもらおうかな。それは、待って、それからゴミの早食い大会。あ、飲み水は便器から汲んできたやつな。やる気だ、主人公。あとはライターで胸毛処理とかに、ケツにペン突っ込んでごめんなさいを書かせるとか。いや、すごい。画鋲を敷き詰めた椅子に座った後、尻叩きとかもいいな。ちょ、あんたそれ。マジ？本当かよ。そんなことやらせてたの？わかるよな。全部昨日お前らが深見にやらせた内容だ。クラスに配布したものはお前らの暴力シーンしか入れてなかったかな。ドン引きなんだけど。そこまでやるって、思考どうなってんの？しかもよく耐えたな、深見ちゃん。すごっ。いや、凛ちゃんもよく耐えられたよな。そら涙するわ。あんそんな見せられてたら。とりあえずこれ、今から全部やれよ。カレン、これやばいよ。逃げた方が。そうね、付き合いきれないわ。逃げたら、こいつ、何するかわかんないわよ。今回の計画、全部こいつが仕組んだのよ。何から何まで全てね。来るっすか？今回も、あんたらが懲りずにユナの動画を使って脅してくるって言ったから呼びつけたのよ。その通りになったでしょ？嘘でしょ？読まれてたってこと？そう、こいつやばいのよ。ちょっと異常なくらい。だから今ここで逃げたら、多分もっと悲惨なことになる。例えばこいつなら、クラスのみんなの前でやらせるとかね、やりかねない。なんだ三日月、お前俺のことよくわかってんじゃん。本当にそうなのね。ドン引きされてるよ。そんなことできるわけ。できる。いやいやいや、絶対無理でしょ。こいつなら多分やるわ。そんな気がするのよ。今回の一件でこいつがどういう人間なのか私は分かった。実際あんたらはこいつらの手のひらで脅されて、踊れた。おい、下回ってねえぞ俺。踊らされてたでしょ。ふ。もしお前らが深見の動画を拡散した場合なんだけどさ、こっちもお前らが深見をいじめた一部始終をマスコミに送りつけるつもりだ。俺は三日月と違って深見に対して別に罪悪感はない。だからさっき三日月を脅してたやり方は俺には通用しないからな。ネットにもノーカット完成版をアップしてさ、話題になると思うぜ。そうしたらお前らの人生めちゃくちゃだよな。ネットでお前らの個人情報がどんどんバレていくんだ。道歩いてでもさ、顔バレしてるから全く知らないやつから襲われたりすることもあるかもしれねえな。人と関わることが怖くなってずっと家に引きこもって幸せになるはずだった人生を妄想しながら死んでいくんだよ。面白そうな人生だよな。いや、えぐい。やめて。なら今すぐさっき言ったことをここでやれよ。やるんならそれに免じて何もしないでいてやるよ。俺を敵に回したんだ。ただでは済まさねえよ。もし逃げたりなんかしたら、この先の人生幸せになれるなんて思うなよ。さあどうすんだよ。さっさと決めろよ。わかったわよ。カレン、本当にやるの？そんなの嫌だよ。いや、人にやられたことはやる。自分でもちゃんと受けないとダメだ。てかもう、ドン引きしたわ。びっくりした。俺、冗談かと思ってた、今の。やるしかないよ。もうどうしようもないし、こいつマジでやばいから。ああ、じゃあ始めるか。一応俺は外に出といてやるよ。三日月、きっちり全部やらせろ。俺は外に見張ってくる。ああ、なるほどね。そこはちゃんとデリカシー守るのね。え、私がやるの？まあそうだよな。やりたくないよな。ああ、お前がやれ。これはお前の問題だからな。わかったわ。終わったら声をかけろ。じゃあな。画鋲とかしっかり用意してきた？ペンも必要だよ。ほら、さっさと始めなさいよ。いや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 、ここまで来て。リン、ごめん。もうあんなことしないから、お願い許してよ。ごめんなさい。もうしないから。もうユノにもリンにも何もしないから。だからやめてよ。ユノがそう言ってもあんたらは続けたじゃん。な。反省する。反省するから。反省したら何でも許されるっていう、その思考回路がやばいよな。何それ、都合良すぎでしょ。ユノがあんな目に遭ってる時に、私はずっと見てたのよ。ごめんなさい。ごめんなさい。じゃあまずユノの動画全部消して、携帯以外に保存してるんならそれも全部。消すわ。だから。ああ、ほら、消したから、ほら。絶対に、もうしないって誓える。許すの、リンちゃん。誓うから。私も、だから許してよ。ああ、もういいわ、わかったわよ。じゃあ、ただしこれが最後よ。次もしまたああいうことをしたら、もう私だって容赦はしないから。リン、ありがとう。ごめんなさい。ごめんなさい。私が終わったって合図するからその隙に逃げな。これ以上あいつに何もさせないように言っとくから。主人公許すのそれ。どうする気だ？あ。ん？
言って。ありがとう、ごめん、ごめんね。ごめんなさい。おい、どういうことだ？さあ、早く。ああ。どうすんだ、これ。お前、やっぱり優しいな。私にはあんなことする趣味がないのよ。それにあんただってその気はなかったんでしょ。え、気づいたか？あ、そうなの？さすがにね、あのタイミングで退出する時点でカレンたちに本気でやらせる気がないのは分かったわよ。まあ俺だってあんなことを人にさせる趣味はねえけど、一つくらいはやらせてもよかったんじゃねえの？一番ライトの裸踊りとか。いやよ、どういう顔して見てればいいのよ。無理無理。まあ確かにな、なんか笑いもしないしさ、なんかドン引きするだけだよね。まあ確かに。で、結局これってどういう意味があったの？単にあいつらの泣き顔は見たかっただけ？お前って、なんか変な声が裏返ったよ。お前って冷たそうに見えて、実際かなり優しい女だろ。また照れてる。かわいい。だからいちいち照れんなって。うるさいし。まあ要するにお前は栗原たちに舐められてたんだ。三日月なら大したことはしてこないってな。あ、上下関係をはっきりさせたってこと？いやもうすごい、思いつかんわそんなこと。え、さっきのお前に対する脅しもそうだ。お前は深見の動画を世間にさらせるほど非常になれないって思われてるんだよ。だからあいつらにはお前の味方にやべえやつがいるって思わせる必要があった。今回お前のバックに何かするかわからない俺みたいなやつがいることがわかったんだ。もうこれ以上手は出してこねえよ。そのためにわざわざあいつらに警告したわけね。自分が暗躍していたことを教えてまで。教えたのはお前だけどな。分かってやってるかと思ったが。理解してたわけじゃないけど、そうする必要はあったと思ったから。なんとなくってところか。お前、結構素質あるよ。あんたほどじゃないわよ。あそこまで舞台を用意されて、初めて感じることができるって程度よ。計画してやるのは無理。ね。そうか。だけどさ、今回あんたがいなかったら、きっと私の人生って最悪への一歩を踏み出してた気がするのよ。多分だけど、これが私の人生のターニングポイントってやつだったのかもしれないわね。あんたに会ったおかげで少しだけマシな人生になりそうな気がするわ。だから、その、ありがとう。うわぁ、何よ。いや、少しグッと来ちゃった。意外と可愛いな、お前。いや、お前。でも、多分実際そんな好きとかいう感情は抱いてないだろうな、こいつ。は？バカじゃないの？死ねば？はいはい、照れ隠しはいいからそろそろ帰れよ。言わなくても帰るわよ、じゃあね。なんか女子の扱いもうまいよな、こいつ。ちょっと憧れるんだけど。あいつ面白えな、俺が出会った中ではトップクラスだ。ちょっと中二病入ってっけどな。俺もそろそろ帰るか。ああ、しんどい一週間だった。こうして俺の転校後の一つ目の事件が終わったのだった。これまだ終わらないんだよな。なんとか編、なんとか編ってね、何個がね、あったんだよ、確か。そして翌日、栗原と小田が学校に来てクラスの全員の前で土下座した。おお。そこで自分たちが今までやっていたことを全て暴露し、俺の噂のこともデマだったと話した。だがクラスの連中も簡単に許すような空気ではなく、いやもうそれはな、あいつらが今までのように女子の中心になるようなことはこの学校ではもうないだろう。俺の噂の件だって誤解が解けたからといって友達が寄ってくるわけでもなかった。第一印象って大事だからな。んー、どんまい。乾ぐらいなら寄ってくるんじゃない？あ、でも乾は乾でいじめをどうにかしようとしてるしな。だがまあ今までのようにゴミを見るみたいな目で見られることはないだろう。少しはまともな学校生活になるといいけどな。これじゃない？学連ハーレムものみたいな感じで、凛ちゃんと深見ちゃんだけずっと友達でいてくれんじゃない？まあこれでいっか。よう来るす。乾か。この声は、やっぱり。ああ、お前か。おお、お前、やるじゃねえか。まさか栗原と甲田にあそこまでさせるとはな。まあな。あんまり嬉しそうじゃねえな。俺はすげえことだと思うけどな。ん？ああ、そうだな。なんだよ、これくらいどうってことないってアピールか。結構ひねくれてんだな、お前。いや、そうじゃねえんだ。ちゃんとやりたかったってことを徹底して。違うかな。なんだよ、じゃあなんでそんなに気落ちしてんだ？いやさ、今回の件、栗原は俺が陰で暗躍してることに気づいてるんだと思ったんだ。でもあいつ、全く気づいてなかったみたいだったんだよな。え、別にいいんじゃね？それだけお前がうまく立ち回ってたってことだろ？なら喜ぶべきじゃんかよ。気づかないか？え、何？え、何に？じゃあなんで俺の噂は流れた？え、それはあいつが今朝みんなの前で言ってただろ？深見の周りをうろついてて話を聞かれたかもって思ったからって。ならもっと警戒するだろ。あんな綿密な計画を立てるほどの女だぞ。あの信憑性の低い噂だけで俺を放置したっていうのか？ん？
ああ、まあ変かもな。何？もう一人犯人いるとか？それに正直言って、今回栗原が俺の計画にはまりっぱなしだったっていうのが気にかかるんだよ。あれほど計算高い女が、ところどころ全くの無警戒だった。隙だらけだし、おマーク通りに動きすぎるから、正直手応えが全くなかった。おちょくられてんのかと思ったほどだ。まあね、確かにな。ロッカーとかさ、隠しカメラとかないのかなって普通思うけどね。そういうのを警戒が全然なかったもんね。俺は深見の机にばらまいたガラスの一件で、栗原に俺の存在に気づかせて、俺に注目を向けさせるつもりだったんだ。だからわざわざ三日月に協力を要請して、俺が近づけない女子寮で深見のいじめを録画させるって方法を取った。そうでなければあんな危ない橋渡れるかよ。危ない橋って？三日月に深見の部屋に隠れさせて録画するって方法だよ。あんなもん栗原に見つかった瞬間に終わりだからな。だよな。そういうことか。まあ単に計画性だけあって実効性のないドジっ子だったって言えばそれでおしまいなんだけどな。ならそうなんじゃねえの？実際計画って行動に移してみると意外と想定外の出来事って多いじゃん。だがこれとは別に最悪なパターンが存在する。俺は今回そっちだと思ってるんだ。ん？それってなんだよ。これを計画した人間が別にいるってパターンだ。いやこれ主人公の復讐劇終わらないってことか？マジかよ。確証はないけどな。だが説明はつく。栗原が誰かの計画をそのままなぞっていただけだったとしたら、なぜ俺を警戒するのかわからないまま噂を流したとも考えられるしな。俺、前の学校で同じようにいじめを阻止したことがあるからな。前の学校関係者の SNS なんかをネットで少し調べれば案外簡単にわかることだ。それで、お前が周りをうろついてたから一応潰しとけって言われたってことか？ああ、筋は通るだろ。まあ、一応は。でもよ、栗原はそんなこと言わなかったぜ。正体を言わないよう言われてるとか、そもそもそいつの正体を知らないかもしれないだろ。ああ、なるほど。ってことはクルスの関係者がどこかに。確証はないが似合うんだよな。何せ今回の計画を思いつくような人間が、栗原だと役者不足すぎるんだよ。なあ、それってつまり。いいのいい、多分いるぞ、この学校。今回の件を計画して、こっそり見て楽しんでやがる、影の黒幕ってやつがな。うわぁ、おぉ、チャプター1エンド。まさかだったね。すっかり、これで終わるかと思ってたんだけどね。で、次、チャプター2だろ。今、チャプター3まで出てたのかな。ちょっとどこまで出てたか忘れてたけど。あ、ほら、チャプター2へ進む。おまけシナリオだって。おまけシナリオ見て終わるか、今日は。で、次回はチャプター2に行くか。おまけシナリオ。え、深見の盗撮映像の内容。栗原と小田からのいじめが始まる少し前。部屋に帰ってきた。栗原さんたち、なんで私なんかに。最近栗原さんと高田さんが私によく関わってくる。あ、いじめられる前か。俺はてっきりあの過激なやつが流れてくるのかと思った。この前も部屋に遊びに来たし、本当は私と仲良くなりたいと思ってくれてるとか。でもたまにちょっとバカにされてるのかなって思う時がある。私が喋るとクスクス笑ったり、二人で私の方を見ながらコソコソ話してたりしているからね。うわ、出た。そういうのうざいよな。そう思うのは私の性格が悪いのかな。そんなわけ。だから私っていつも人とうまくやれないのかも。昔から人と話したり話題についていくのがすごく苦手だった。やっぱり一人でいる方が楽かも。こんな考えだからダメなんだよね。なんかちょっと気が重くなっちゃった。こんな時はいつものあれを見て元気を出そう。何、いつものあれって。ん？あ、最新話の更新が来てる。早速見よう。まさかだった。魔法少女好きだったの？実は私はこんな年になっても小さな子が見るようなアニメの魔法少女カノリンというアニメが好きだった。俺たちの言う、なんつうの、現世って言い方と現実で言うプリキュア的な。見ていて元気になるし、すごく楽しい気持ちになる。あー、いいな。私もあんな風に変身してこんな自分を変えられたらいいのに。特にこの魔法少女の変身シーンが好きなのだ。可愛いし、かっこいい。ワクワクする。こりゃ深見ちゃん将来コスプレイヤーデビューとかあるかもよ。ちょっとやってみようかな。あ、こうかな。あ、そんなことやってたの？全然イメージが。つい自分の名前でアレンジしてしまった。なんか違うかな。ちょっと自分で録画して確認して、いや、恥ずかしい。あ、これか。これじゃない？盗撮されてたの。違うのかな。魔法少女言うのに。30分後。あ、これいい感じかもね。
これが脅しの内容だったのかな。って何やってるの私。客観的に自撮りした自分のポーズを見てみると、なんだか急に恥ずかしくなってきた。もしこんな姿を誰かに見られたら生きていけない。見られたのね。もうやめとこう。これぐらいだったら別に拡散されてもいいんじゃね。どうなんだろう。同じ趣味の人が友達にいたらきっと楽しいんだろうな。でもこんなところ見られたら絶対惹かれるよね。凛ちゃん誘ってみろ。頑張って。そろそろお風呂入ろうかな。何、風呂入ってる間に携帯盗み見られたとか。あ、違う。あ、終わった。じゃあ今回はここまでとさせていただきます。次回はチャプター2、この画面からスタートしようかな。それではシアンでした。またね。